体外式膜型人工肺は重症呼吸不全患者または重症心不全患者に対して行われる生命維持法である。イクモの模式図心臓と肺が生命を維持するのに十分な機能を失った際に心臓と呼吸の補助をする治療法である。イクモは患者の体内から血液を抜き出し人工肺にて二酸化炭素を拡散により除去すると共に 赤血球に酸素を孵化し、再び体内に戻すことを行う。これにより、肺が本来行うべき、酸素化と二酸化炭素除去を代替し、肺を全く使用しなくても良い状況を作り出す。心臓と肺の機能を一時的に代行するための人工心肺装置は、1930年代にアメリカ合衆国の外科医、ジョン・ヘイ・シャム・ギボンとその妻メアリーによって、研究、 開発された。1953年に、ギボンにより、ジェファーソン大学病院にて行われた、心房中核欠損閉鎖術が、人工心肺装置を用いた初めての成功例である。1954年、シー・ウォルトン・リレヘイは、リチャード・デュールと共に開発した気泡型人工肺を、用いて、心臓外科手術を行った。その当時の人工肺は、 数時間しか使用できなかったが、その後、シリコンゴムの開発による進化や、様々な症例に対する思考が行われる中で、膜型人工肺を用いた、体外循環に対して、イクモという用語が使われるようになった。1971年に、J. ドナルド・ヒルラは、外傷への整形外科手術後に発生した、呼吸不全に対して、部分的な動脈管流処置を行い、 患者肺の機能を回復することに成功した。この症例がイクモによる最初の救命例である。イクモ回路イクモの適用と実践を説明するガイドラインはエルソーによって公開されている。イクモの開始基準は施設によって異なるが、通常、過逆的で従来の管理に反応しない可能性のある急性、または重度の心不全、または肺不全が含まれる。 イクモの開始を促す可能性のある臨床的状況の例には以下が含まれる2009年新型インフルエンザの世界的流行にて発生した重症呼吸不全に対し世界でイクモが使用され良好な成績を収めたが当時 V、V イクモで遅れをとっていた日本では生存率36%と惨憺たる結果だった。 この時の教訓で、重症呼吸不全に対するくもの治療成績向上を目指し、日本呼吸療法医学会では、くもプロジェクトを立ち上げた。2020年2月初旬から、中華人民共和国の医師は、SARS 株マイナスに感染に伴う、急性ウイルス性肺炎を呈する患者の補助的、対症療法として、換気後でも、血中酸素化レベルが低すぎて、患者を維持できない場合、 イクモを利用している。最初の報告は、患者の血中酸素飽和度を回復し、イクモが利用された重症例の約3%の死亡率を低下させるのに役立つことを示している。日本では、重症呼吸不全患者に対して行われる呼吸、イクモについて、2020年2月27日に続いて3月24日に、第2班の基本的注意事項が出されている。 イクモの適応は、身長かつ総合的に判断 COVID-19 へのイクモ治療は、かなりの人員と労力が必要 PIP10cmH2OP-K100 で進行性に悪化する場合は、イクモを考慮であり、高圧での人工呼吸を長期間に行った後のイクモは、非常に予後が悪いとしている。また、イクモの近期は、不可逆性の基礎疾患末期がん慢性心不全。 慢性呼吸不全、その他重度の慢性臓器不全の合併は、予後が悪い年齢65から75歳以上は、予後が悪く、一般的には適応外としている。2020年4月25日集計で、これまでの COVID-19 による重症呼吸不全育も治療患者109名中、離脱46名、治療継続中44名、死亡19名。初期の研究では、 特に急性呼吸急迫症候群の状況において、急性呼吸不全の人々に対する育モの使用による生存の利点が示された。エルソーに管理されている育モを受けた約5万1000人は、新生児呼吸不全の75%の生存、小児呼吸不全の56%の生存、及び成人呼吸不全の55%の生存の結果を報告している。 他の観察及び非対称臨床試験では50から70%の生存率が報告されている。これらの報告された生存率は過去の生存率よりも優れている。イクモは様々な死亡率の様々な状況で使用されているが、早期発見は悪化の進行を防ぎ、生存率を高めるための鍵となる。英国では、米の ビネスイクモの展開は指定されたイクモセンターに集中しており、潜在的にケアを改善し、より良い結果を促進している。また、イクモは大変効果で受けられる患者が少ないのが現状である。ほとんどの近畿は相対的であり、手順のリスクと潜在的な利益のバランスを取る。相対的近畿は次の通り。その人が回復した場合、 通常の生活と両立しない状態である、生活の質に影響を与える、既存の状態年齢、体格無益、重症度が重い人、従来の治療を受けている期間が長すぎる人、または、致命的な診断を受けている人心不全、または、呼吸不全に対する静脈脱血動脈総血、いくも呼吸不全に対する静脈脱血動脈総血、いくもいくも主に2種類の方式がある。 大静脈から血液を脱血し、人工肺で酸素化した後、大動脈に装置する。心不全やショック、心肺停止などに使用される。日本では v a 育毛 m o p c p s または外科的切開により挿入する。加入で挿入と回路への接続後、循環を開始する。呼吸療法士が新生児から育毛療法の準備のために、 血液サンプルを採取している、血行動態や全身の状態を踏まえて、血流量、総血温度、酸素濃度、酸素流量を設定する。維持には、生体情報モニター、各種血液検査を参考にする。適切に維持している間に、育モ導入の原因となった疾患を治療し、離脱の方向へ進む。育モの一般的な合併症は、 蜘蛛膜下出血、腹腔内出血、脳梗塞、大血管損傷、下死虚血等が挙げられる。出血性合併症は、持続的な抗凝固療法、破衆性血管内凝固症候群の療法により起こり、育毛を受けた人の30から40%で発生する。2014年の研究では、大聖ア因子阻害外抗体が出血リスクを増加させる。 ことなく体外循環の血栓保護を提供することが示された。新生児動物での実験は、育も治療が腸細胞のアポトーシス、腸粘膜バリアの損傷、及び細菌の移動につながる可能性があることを示した。これは、新生児の全身性炎症反応症候群の重症度を説明できるかもしれない。育母はまた、遺体へ使用することで、 移植臓器の生存率を高めることができると考えられている。エクモカーはチームスタッフとともにイクモができない病院に送り込まれ患者にイクモを導入して帰ってくる特別な救急搬送車両。全国にイクモは約2200台あると言われるが安全に操作できる人はまだ少なくエクモカーは国内に数台しかない。二千二十年五月 日本医師会は全国の医療圏ごとに1台ずつ、計20台を中核的な医療機関に置くことを想定し、配備を増やすよう国に提言した。8月7日、横浜市立大学附属市民総合医療センターと横須賀市立市民病院は、重症呼吸不全患者に対して、専用救急車両、モバイル ICU カーによる医療支援、患者搬送などを目的として、 治療連携に関する協定を締結した。日本 COVID-19 対策イクマネットは、日本集中治療医学会がイクモを中心とした、重症管理の助言を行う電話相談窓口。イクモによる、呼吸管理に習熟した人材が十分でない施設でも、重症例の治療にあたる必要がある状況が、発生しうることから、医療機関へのサポートを24時間体制で実施する、ことに決めた。 専用電話番号は、日本集中治療医学会、日本救急医学会、日本呼吸療法医学会、日本感染症学会、日本呼吸器学会、PCPS、イクモ研究会の会員にのみ配信している。広域搬送の判断で、イクモカーと名付けられた大型救急車が向かい、長距離搬送することもある。ありがとうございます。